ガリポリの戦いは、第一次世界大戦中、連合軍が、同盟国側のオスマン帝国の首都、イスタンブール占領を目指し、英ー海から、マルマラ海への入り口にあたるダーダネルス海峡の、西側のガリポリ半島に対して行った、上陸作戦。ガリポリ半島とは、英語名であり、現在トルコ語で、ゲリボル半島と呼ばれている。また、ガリポリの街は、 半島の付け根にあり、主戦場から外れている。イギリスではこの戦いを、ダーダネルス戦役と、トルコでは、チャナッカレの戦いと呼ぶ。当時国家として、末期状態であった、オスマン帝国軍を軽んじた、連合軍は、短期決戦を想定して挑んだ。しかし、後に、新生トルコ共和国の初代大統領に、就任することになる、オスマン帝国の名指機関、 ムスタファケマルアタチュルクの活躍をはじめ、敵の予想外の頑強な抵抗にあった、連合軍は多大な損害を出して、撤退、作戦は、失敗に終わった。この戦いは陸、海、空三軍の総力を結集した、大規模上陸作戦としては、世界初と言える。また連合国軍に参加したオーストラリアとニュージーランドにとっては、初の本格的な海外遠征となった。 1915年2月3月のオスマン帝国軍の海峡防御。四角は、主要砲台、青線は、機雷線、点線は、防線網。1914年に始まった第一次世界大戦は、フランス、ベルギー方面の西部戦線で、硬着状態に陥り、局面の打開が求められていた。またこの頃、連合国側に参戦していたロシア帝国は、 カフカス方面から同盟国側のオスマン帝国に進軍したが、オスマン軍の猛烈な反撃に直面し、連合国に支援を求めてきた。そこで、イギリスは、海軍大臣ウィンストン・チャーチルの首相で、ダーダネルス海峡西側のガリポリ半島を占領し、オスマン帝国の首都イスタンブールに進撃する計画が立案された。イスタンブールを占領することができれば、 連合軍はボスポラス海峡を通じて国会方面でロシア軍と連絡可能になり、またブルガリア、ギリシャなどバルカン諸国が連合国側になびくことも期待できた。そこでサーアイアン・ハミルトン将軍を司令官とする地中海、遠征軍の派遣が決定された。地中海遠征軍には英字治療オーストラリアとニュージーランドからの 志願兵よりなる、オーストラリアニュージーランド軍団と、A、第29師団、イギリス海軍師団、フランス部隊が参加した。これに対し、オスマン側は、ドイツ帝国から招いた、オットーリーマンフォンザンデルス中将を軍事顧問とする、最精鋭の6個師団よりなる、第5軍団が配置されていた。また、ダーダネルス海峡全域に、大量の機雷を布設したほか、海峡の両岸に、 多数の砲台を設置して海峡そのものを要塞化していた。1915年2月19日と25日の二度に渡り、英仏大艦隊による海上からの砲撃が行われたが、悪天候によって上陸部隊の到着が遅れたこともあり、ダーダネルス海峡の制圧はできなかった。3月18日に艦隊は海峡突破を試みたが、 オスマン帝国嫌い不設艦ヌスレットが不設した、嫌いに接触して、動きが取れなくなった全土急戦艦3隻が、ショクラや両岸の砲台からの集中攻撃を受けて撃沈され、他に3隻が大破した。このため、連合軍は、海軍力だけで、ダーダネルス海峡を制圧することを断念せざるを得なかった。 連合軍の上陸作戦は1915年4月25日に開始された。ところが、上陸作戦が開始される頃には、オスマン軍は上陸予想地点に兵力を増強し、堅固な陣地を構築して待ち構えていた。A、第29師団は、ダーダネルス海峡北側のガリポリ半島先端のヘレス岬付近5カ所に上陸したが、 オスマン軍の反撃に阻まれて2カ所では撤退し、3カ所の海岸を確保するに止まった。アンザック軍はガリーポリ半島北側の英外海に面した名もない入り江に上陸作戦を敢行。オスマン第19師団の猛攻撃を受けながらも共闘兵を確保した。この入り江は今日ではアンザック入り江と呼ばれている。また、英海軍師団とフランス軍部隊は、 海峡のアジア側に、陽動作戦として、上陸を試みた。雷撃により傾く戦艦マジェスティック5月から7月に、かけて、連合軍、オスマン軍ともに何度も、攻勢を展開して、戦局を打開しようとしたが、どちらも敵側に阻まれ戦線が大きく動くことは、なかった。5月には、上陸部隊を支援していたイギリス全土急戦艦3隻が、 魚雷攻撃によって、相次いで撃沈されたため、海軍は戦線を離脱した。8月に入ると連合軍新鋭2個師団が、アンザック、イリエ北側のスブラ湾に上陸し、攻勢を試みたが、オスマン軍が一早く高地を占拠したため、ここでも共闘法を確保する以上の進展は見られず、残酷戦となった。アンザックイリエと、 スブラワンの共闘法を連絡させようとする連合軍の最後の8月大攻勢も失敗に終わり、オスマン領内へのさらなる進撃は望めない状態となる。撤退直前のヘレス岬 WB チ10月に入ると、イギリス政府はガリーポリ作戦の撤退を検討し始め、撤退に反対する司令官のハミルトン将軍を解任、サーチャールズ・モンロー将軍に交代させた。 この月、これまで中立だったブルガリアが同盟国側に参戦することが明らかになったため、ドイツ軍は陸路でオスマン帝国との連絡が可能となり、連合国軍はドイツの超大型大砲でガリーポリの共闘砲が砲撃を受ける危険も出てきた。また10月5日にはギリシャ領サロニカに英軍が上陸して、地中海方面で第二戦線が形成されたこともあり、 モンロー将軍はついに撤退を決意した。撤退が決定された当時、ガリポリ半島には、連合軍14個師団が展開していたが、アンザック入りへと、スブラワンでは12月7日から順次撤退が行われ、12月20日順調に撤退を完了した。ヘレスミサキは、将来の攻撃のため共闘法を維持する計画であったが、12月27日には、 ヘレス岬からの撤退も決定され、1916年1月9日には、最後の英軍部隊がヘレス岬を離れた。この戦いによる、各国軍の戦死、戦傷は次の通りである。これ以外に、長い残豪戦のため、約14万人の連合軍兵士が、ーチフスやセキリで病死したと推定されている。イギリスの物理学者で、 モーズリーの法則を発見したヘンリー・モーズリーも戦死した。ガリポリ作戦はオスマン軍主力を対ロシア作戦から本土防衛に振り向ける効果があった。しかし連合国指導部の無能や計画のずさんさによる弾薬不足や装備の悪さが敗北の原因となったと批判を浴び、ハーバート・アスキス首相が辞任してロイド・ジョージが新首相に就任した。 ウィンストン・チャーチルはこの作戦の立案者であったため失脚した。オーストラリアとニュージーランドは同和戦争に義勇兵を送ったことはあるが本格的な戦争としては初めての参戦であった。戦いの経過は従軍記者によって詳細に報道された。オーストラリア・ニュージーランド軍団のガリポリ上陸記念日である4月25日はオーストラリアでも ニュージーランドでもアンザックデートして、現在でも国民の祝日となっている。オスマン帝国は長年ヨーロッパの病人と呼ばれてきたように19世紀以来、列強に連敗を重ねてきたが、この戦いでは奮戦して、英連邦軍とフランス軍を撃退したことは諸外国に驚きを与え、トルコ人には熱狂を持って受け取られた。中でもオスマン軍のムスタファケマル大佐は、 ドイツから派遣された、半島戦の総指揮官であった、リマン・フォン・ザンデルス将軍により抜擢され、19、師団長より、対安ク戦線での司令官となり、数々の戦闘の要所で、上陸軍を撃退し、その功績により、順将に昇進して、パシャの称号を送られた。ケマルは戦闘のストレスや、睡眠不足を、軍医からの薬と元来の悪癖であった多量飲酒で、 紛らわしていたため、ついには入院を余儀なくされ、戦闘の後半にイスタンブールに召喚されたが、一躍9国の英雄として新聞などで広く、紹介されたことが、後の活躍の素地となった。戦後、ケマルは、祖国解放戦争の指導者となり、国土を占拠したギリシャ軍を撃退し、連合国側の干渉をも跳ねのけ、さらに訂正を廃止して、 トルコ共和国を建国した。ガリポリの戦いは近代戦史上で初の大規模な上陸船として各国の軍事研究に大きな影響を与えた。専用の上陸用集艇の開発などが進められるきっかけとなった。2021年、トルコはマジェスティックなど14隻が沈みダイビングスポットとなっている海域を海中博物館に設定した。 AB アラクセン 2001R、ピアニッシモ、9495、アラクセン2015、P178、ランス2017、ピアニッシモ16、1617、ABC アラクセン 2001R、P94、アスピナル・オグランダー1929、P395、アラクセン 2001R、P327、スーッとイルハン、そのケール・マヘア・ブルーリ、 アトターク・アレストマ・マーキー・ジーダージ,ジ・ジー、セッサンジュ、ジルト・ X、キャズム1994、ソノケール・ザ・フェリ・ニーン80、イルダナム・ウゼル・セッズ、ガリポリの戦いで沈没した、戦艦軍を一般公開トルコの海中博物館、AFP2021 年10月22日閲覧。ありがとうございます。